じゃあお名前をお願いします。1年の稲田海斗です。稲田海斗くんお願いします。お願いします。はい、じゃあちょっとグローブを一旦お借りします。こちらもグローバルエリートの、これは今度レッドオレンジですね。でもさっきのことは全然型が違う、そうそうそう、ウェブは一緒だと思うんだけど、まあ、ラベルの位置と型が全然違うなっていう。めちゃくちゃ広い。さっきの子はもう縦、うん、でこっちは横。これ小弓で使ってるね、はい、内野手、はい、内野で小弓、水野で、おお、結構珍しいな。これでも小弓でこういう風に V の字に広がってってるから、うん、ポケットがかなり広くなるんだなっていう感じですね。じゃあこだわりもやっぱり小弓、はい、じゃあ小弓にしてウェブ下でしっかりと掴むようなっていうのがこだわりとしてやってる感じです。なるほどなるほど。他になんか特徴とかって？小弓の方が掴みやすい。ああ、まあそうですよね。そしたら握り替えがしやすいかもしれないです、うん、でしかも一点集中でここにあるポケットは、ウェブ下にポケットがあるから一点集中でも取れた後にスッて、あと面が広いんで、うん、ここで当て取りしやすいんですよ。あ、土手の方で、うん、へえ、なるほどな。ポジションショート、サードです。サードか。サードで、いや、これめちゃくちゃいいな。で、ツヤ結構出てるんですけど、そんなオイルが塗られてる感じもなく、汚れをしっかり落としてブラッシングとかしてるんだろうなっていうようなツヤの出方をしてるのと、グローブ自体やっぱりグローバルエリートなんで軽いので、これはどんどんその習慣は結構お手入れ好き。はい、やっぱりね、感じがする、まあ、なんでどん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 こういった瞬間を続けて名サードになってほしいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でなんですけども、あの今日、体験会じゃないですか。はい、日高ボーイズこういうチームだよっていうのがあったら教えてもらえると嬉しいです。上下関係ないし、まあ、先輩たちが優しく教えてくれるのでいいです。いや、いいね。さっきも言ったけど、先輩が優しいっていうのはすごい嬉しいよね。いろいろ聞けるっていうのは、すごいいいチームなので、じゃあそれをね、あの、もし後輩ちゃんたちが入ってきた時も続けてあげてください。はい、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお名前をお願いします。高橋咲也です。高橋咲也くん、はい、はい、お願いします。お願いします。じゃあちょっとグローブをお借りしそうですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、エールストーリーでーす。おー、来た。アイススタジオのね、これどちなみにどこで買われますか。モンスターだよな、やっぱそうだよな。この辺でモンスこの辺のアトムズって言ったらモンタナさんか、モストさん、モストになってる。そうですね、そう、国から。これはあれですか、ジュテルレザーとかわかります。あ、はい、多分そうだですよね、はい、そう、触った感じそうだなっていう。もともとのしっとり感がある、はい、油が詰まった、グローブになっていて、これなんかこだわりとか特徴とかってあります。まあ、こだわりは、前、まあ、最近グローブ変えたんですけど、はいはいはい、前のグローブと同じようにゴロを取るときとライナーを取るときで、うん、まあ、分けられるように。あ、じゃあポケット2個ある、まあ、はい、ウェブ下に、だからここがね、膨れ上がってるから、ここでウェブ下で1個と土手付近なのかな、この辺に、はい、あ、ゲッツーとか、まあ、はい、そうです。この辺にあるんで、そこで、まあ、分けてるのかなっていう感じがあって、やっぱね、ジュテルレザーのグローブってオイルほぼ塗ってないですよね。だから、ね、塗らなくていいグローブだから軽い、本当に。で、めっちゃポケット広いね。これセカンド守ってるんだ。まあ、ショートです、ね、あ、ショートか、はい、うんうん、だからセカンドショートっぽいなっていうような感じのグローブですね。いや、もうこれはね、そそられる、そそられる、これはそそられる。まあ、アトムズ好きからしたらね、そそられるグローブなんで、ありがとうございます。じゃあ、最後に、あの、日高ボーイズで、はい、今後こういう選手になりたいとかっていうのがあれば、言ってもらえれば。チームメイトに、まあ、頼ってもらえる、常にグラウンドで声を出せる選手になりたいと思います。おー、なるほど。まあね、声があればね、チームでも目立てるしね。はい、じゃあその声を、出せるように、引き続き出していけるように、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあお名前をお願いします。谷本レオです。谷本レオです。レオ、はい。おー、レオ、レオ。父さんセブファンなのかな。いや、そういうわけではない。はい、これね、外れる。大人の小ボケを、はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあちょっとグローブをお借りしてもいいですか。はい、ありがとうございます。はい、レオくんのグローブ、グローバルエリートの外野手用です。ツヤすごくない。いや、ちょっと昨日急遽磨いて、はい、YouTube を急遽じゃなくてね、昨日磨いたね。はい、 OKOKOK、 多分使うなこれ。これあれだな、典型的な外野手の形で、はい、土手は狭くで、こういう風に長く広がっていく感じのグローブで、これ誰モデルとかってあります？いや、特にないんですけど、あの、憧れの2つ上の先輩に、あの、型をちょっと
そう作るのを手伝ってもらって、はい、いい先輩、うん、なんかみんなの話聞くとさ、上下関係がもういい関係なんで、はい、もうそういうグローブのことだったり技術面とか相談できるっていうのは一番いい、うんうんうん、本当に思う、本当いいチーム、はいはい、で軽いしねやっぱ、うん、で土手が狭めなんだけど一応これ逆閉じになってるんですよね、うん、だから多分横にこういう風に広がっていく型が作れるのかなっていう、でこれ小弓で使ってます、はい小弓です、小弓は指出しなしか、はいそうだよね、うん、ここが非常に曲がってるから強く曲げてんだろうなっていうのがあるんで、ありがとうございます、はいありがとうございます、じゃあ最後にちょっとまあ今日体験でいろんな、6年生の子が来てくれてると思うんですけど、はい、日高ボーイズさんの魅力教えてもらえますか、先輩後輩関係なくみんな仲が良くていろんなことを教えてもらえるのでぜひ来てください、そうだよね、やっぱほら入部したばっかりでさ多分1年生の時ってなかなか先輩喋りづらいとかあるって、それはね高校行ってもそうなんだけど、それがやっぱ中学生でしっかりとその上下関係ができ始めるところでやってくれてるっていうのでね、はい、先輩が助けてくれるっていうのはすごいいいチームだと思うので、後輩チャーハンって来たらそうやって、よくしてあげてください、はい、じゃあプレーも頑張って、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、じゃあお名前をお願いします、永井俊介です、永井俊介くん、はい、はい、お願いします、お願いします、はい、じゃあねちょっとグローブをお願いします、はいおいで、ね、グローバルエリートの内野手用ネズの飾り紐がなんか本当だ、途中で止まってる、珍しいですね、これかなり使い込んでるな、はい、え、なんだろうこれ、上手い人のグローブって感じがするわかるなんかね、5本指でしっかりと動くようなこうやって持った感じでこういう感じで、うん、手の形そのままで使ってるようなグローブ、掴みに行くような感じ、はい、わーすごいね、なんかこだわりとかってあります、ポケットが背中にしてあるんでセカンドでやってるんですけど、とりあえずあのね、浅めって言われた時にここの指で出してる部分がすごい押し込まれてるから、で取る時に5本指で掴みに行く時もあれば少し押して取る時もあるのかなっていう、本当にここがクイッとなってるから、本当グローブの使い方がうまい、そう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 、ポケットのさ土手のところが黒くなってるから取ってから速いっていう、うん、手のひら補給っていう証拠はありますね、もうしてるようなグローブなんで、これはうまい人だわ、うまい人だ、ありがとうございます、さすが、本当に、なんでね、この使ってどんどん趣味の名手にもなってもらって、はい、でなんですけども、あの今日高ボーイズさんで体験会今日やってるじゃないですか、はい、入ってきた時からこういうチームだなっていうのはもう多分分かってると思うんで、こういうどんなチームですかっていうのを、日高ボーイズさんって人数はあんまり多くないけどみんなで協力して、視聴者の人たちもすごい協力してやるチームです、おお、ここに来てね初めてね指導者さんたちへの感想でチーム一丸となってっていうことができるチームってことだよね、強いチームですね、うん、じゃあ今後入ってくる下級生の方にも、はい、そういう風にあのチーム一丸となっていろいろアドバイスなどもしてあげてください、はい、もちろんご本人もね上手くなってもらって、はい、どんどん、チーム強くしていってください、はい、それではありがとうございます、ありがとうございました、ちょっとね今からピッチャー用の、グローブの紹介になるので、エガに、はい、ここはチェンジで、はい、わかりました、はい、お名前をお願いします、浅見大地です、浅見大地くん、はい、はい、お願いします、お願いします、じゃあまずちょっと内野手用なのかな、これはオールラウンドか、はい、オールラウンドですからちょっと紹介させてもらいます、すいません失礼します、こちらでグローバルエリートのオールラウンドになるのかな、なんかそれウェブが珍しいですね、あのねこれ確かね2011年とかに出てたウェブかな、内野のちょっとデカめのサイズで最初出たウェブが確かこれだった気がします、これも結構使い込んでる、これ多分2年生の割ぐらいに使いました、これあれだね、これがなんだろう、土手にね加工がされてるんですよ、ここにレースが入ってるんですよ、ちょっと加工がされてて、確かなんかあった気がするんだよね、なんかねこのね使い古してる感がすごくいい、うん、この黄色のね良さが出てますよ、ね、ナチュラルライムの色がねやっぱここまで変わってるっていうのは多分相当使い込んでるんだなっていう感じしますね、はい、こだわりとかってあります、やっぱりそのピッチャーを買う前、これを買う前はそれでピッチャーとガイアとか全部やってたんで結構使いこなして結構どんな方にもなる、まあ、じゃあもう自分の手の一部みたいな、はい、ありがとうございます、じゃあ続いてちょっとピッチャーをお借りしますか、はい、いや、超ね、これねかっこよすぎんだよね、まずミズノプロで珍しいよね、2ピース、そうね、ちょっと一世代前、我々がまだ子供ぐらいの頃にちょっと流行った時のウェブですね、完全だけどデザインが入ってるから普通の2ピースじゃない、現代です、これはオーダー？いや、ではなくて、はい、今2ピースのあるんだ、既製品であるんだね、確かにそう言われればオーダーって刻印はないし、うん、このウェブいいな、うん、はい、これこだわりとかは
まあ、そのやっぱウェブがあれ大谷選手っぽくて、やっぱ、はい、そう最近ね、うん、大谷投手とか伊藤博美投手とかが2ピースになってきてるから、ちょっとねまたここで上がってくるんじゃないかっていう、はい、僕も思ってるので、この色がさ結構このちょっと落ちかけてるこのスプレッティットオレンジ、はい、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ今日体験会やってるじゃないですか、はい、でそこで日高ボーイズってこんなチームだよってちょっとアピールしてもらえると、メリハリがあってちゃんと楽しいところは楽しいところもあるし、ちゃんとしてるときはちゃんとしてるときもあるので、ぜひあれ楽しいチームなので来てください。おいいチームやな。ここまで言えた子初めてかもしれない。まあそうだよね、やっぱ見ててもさ、あの休憩中とかと練習中とかの差が本当にしっかりとしてるから、はい、まあ、オンとオフをしっかりと分けられてるチームだなっていうのは思うので、はい、まあ、そういったところもね今後こう入ってくると思うので、はい、そういったところも教えてあげて、はい、でご自身もずっとそれを続けてもらえればと思います。はい、先生ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあお名前お願いします。西田幸です。西田幸くん、はい、お願いします。じゃあね、ちょっとグローブを借りてもいいですか。はい、スピードテクノロジーですね、水のプロでさ、今ピッチャーやってたよね。はい、でピッチャーで外野もやるんだ。はい、外野。ああ、なるほどね。確かにね、外野用にしてはオーストドックスからちょっと小さめぐらいかもしれない。オールランダーみたいな、外野寄りみたいな。でも水のプロなんだよねこれ。いやーかっけー。これなんかこだわりとかってあります？ここになるべく取るようにして。ああ、なるほどね。確かにね、普通に外野だけじゃなくてピッチャーもやってるから、はい、完璧にこういう閉じ方にしないんだ、ね、はい、こういう閉じ方なんだ、はい、じゃあ別に小指2本で使ってるわけでもないです。でもそれ珍しいっすね、外野主要でね。でね、背面紐通しがかっこいい。無難に入ってるのがね、やっぱね、中学生とかボーイズで使ってることにこのオレンジが渋い、うん、どんどん使い込まれてる、ね、いいこの色。我々みたいなね、草野球人はここまで渋くならないんですよ、ずっと使ってないと。この汚れがたまらんすわ。ウェブもね、切り込みが入ってたりとかして、ウェブ自体もおしゃれなんで、すげえかっこいいっすね、これも。ありがとうございます、ね、今、日高ボーイズのいいところを聞いてるんですよ。なんか、今、体験の子も来てるじゃないですか、はい、こういうところがいいよっていうのが、ちょっと練習の雰囲気が良くて、大きい声出しやすくて、みんな仲もいいんで恥ずかしいみたいなのがないです。じゃあもういいことだ。切れてね、野球ができる、はい、たまにあるんですよね、少年野球とか見てると声を出すのが恥ずかしいみたいな、まあ、そういうのをやっぱ先輩が率先して出してくれるから、まあ、声を出してもね大丈夫だよっていう環境をむしろ出さないといけないんだけどね、作り上げてくれるのはさすがの先輩方だなというところがあるので、今後もねみんなで大声出して頑張っていってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ続いてお名前をお願いします。竹野内るきです。竹野内るきくん、はい、はい、お願いします。じゃあね、ちょっとグローブをお借りして。かっけんよ。やばいよこれ、あのね、これ違反です。やばいよねって話だよねって。あ、いいよ、ほっといて、ほっといていいからね。もうこれね、ダメよ、かっこよすぎです。これも水のプロ、はい、あ、はい、で、王冠スタイルで、これさ、オーダー？あー、なんか店に置いてある。あ、なるほど、店舗別注でございますね。そうそう、だからさ、ここに水のプロの刺繍が入ってるんです、うん、で、しかもこのウェブで王冠スタイルって見たことなかったから、うん、オーダーなのかなと思いきや店舗別注って。これどこで買えますか？日高ボーイズのなんかサポートしていただいてるモストさん、うん、やっぱりね、はい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 、この辺で水のプロといえばモストさんだから。モストさん率高いのと水のプロ率が高いから、ね、そう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 。これだから特徴とかこだわりとかってありますか？いや、特にないっす。ああ、そうなんだ。でも握りつぶす形してますよね。あ、どちらかというとこういう風に折る形になってるんで、クイッとこういう感じで力を入れて、縦閉じではないかなっていったような感じですね。これ、はい、あれですよね、このウェブ田中将大投手が、うん、そうそうそう、使ってた。これ確かメジャーで使ってた時のウェブだと思うんで、うん、この色で多分僕見るの初めてなんですよ、このウェブ、はい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 、かっけー。合うかっけー、シンプル。やばいなこれは、うん、触ってても皮の上質感がすごい分かる。だってこれ剥がですよ、見ました小指。嘘、剥がですよ。剥がジャパンです。あら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 、これね、やばい、すごいよ、やばいやばい。今ね、一気に鳥肌立ってきた。あのね、そりゃいいよ、うん、ハガジャパンですもん、だってで、これ結構すごいんだよ、はい、そう、すごいんだよ、これ。じゃあね、あのモスさんへの感謝を忘れずに、はい、はい、ありがとうございます。今後、日高ボーイズをどうしていきたいか、どういうチームにしていきたいかっていう。今後、日高ボーイズを、今までと変わらず、まあ、団結して、で、もっと声を出して、で、全国大会に行けるようにしていきたいです。おー、かっけー。今でもね、さっきの話聞いた感じだと声は出てると、それより出してやると。まあね、団結もすごいってやっぱみんな言うから、それ本当に続けてもらうと今後にも生きてくると思うので、はい、それを続けて頑張って全国大会目指してください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお名前お願いします。清水啓太です。清水啓太くん、はい、はい、お願いします。お願いします。で、ちょっとグローブをお借りします。
ありがとうございます。買ったばかなんですけど。やばい、やばい。かっけグローバルエリートの投資用グローブ。これは普通に売られてる既製品かな、多分。やっぱね、軽い、本当に軽い。色鮮やかだし、グローバルエリートのレッドレンジってすごい色鮮やかに映るなっていう。あのラディッシュ、あ、そっか、だね。ラディッシュってちょっと前に一回限定で出た、あの高校野球の時に出たやつだよね。ネオン選手の時の、そうだから100回大会の時に出た色に近いのかな、これは。もしかしたらかもね。ウェブもね、普通のタータンウェブにちょっと切り込みが入ってて、これね、確か斉藤佑樹投手がちょっとちょっと前に使ってたよ。何でも知ってるわみたいな感じだったような記憶があります。違ったらごめんなさい。 D リンク加工がされてるんですよね、坂本選手と同じ。これのピッチャー用で珍しいかな。 D リンクって知ってる？ちょっとわかんない。そうね、あのね、じゃあせっかくだ、ちょっと講座を開きましょう。はい、ちょっと今影になっちゃってるんですけど、他のグローブ見てもらう。ここに紐の補強がされてるっていう、耐久性アップだったりとかっていう効果があるので、ってことはまあね、長く使えるよっていうことですね。坂本選手とか菊池選手とかは多分使ってないのかな。坂本選手のあのラディッシュの、うん、あのダイバーシティブルーが出た時は僕のやつはついてますし、ピッチャー用は正直珍しいなっていう感じはしますよね。あの公式用になるともしかしたらもう標準でついてるのかもしれないけど、僕はピッチャー用は初めて見ました。はい、じゃあこだわりは何かありますか。買った時から自分の手にフィットしたのを選んだので、まあ、型の通りというか、じゃあ買った時の型を、本来の型を生かして、はい、グローブってね、あの同じグローブでも型が違うんで、全部それをちゃんと生かしてっていうのに巡り合えたのはすごいな。でもそれって大事だからね、うん、本当にね。ちなみにこれさ、ちょっと小さくない？コンパクトめのやつを選んだの、はい、それはなんで、なんかあったの？いろいろ見てて、はめてみて、一番いいなっていうか、フィットしたのがこれで、もうそこだったんだ。でもたまたまそれが小さかった。小さかったね。コンパクトがいいとか大きいのがいいってわけじゃなくて、本当にはめた時にこれっていう。ああ、もうその選び方素晴らしいね。うん、本来の選び方がそれだから。本当そう。本当そうですね。なるほどです。ありがとうございます。じゃあ最後に、まあ今日は体験会でやってたりするので、来年入ってくるチームにちょっとめちゃめちゃプレッシャーや、めちゃめちゃプレッシャー、一言お願いしたいなと。一緒に全国行きましょう。おい、今の発言はもうイケメンです。はい、そうですね、まあね、こういうかっこいい先輩もいるチームなんで、ぜひぜひ皆さんも来てもらえればなと思います。で、全国行ってます。はい、頑張ります。はい、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。